こんにちは、いっこです。私は今、栃木県の益子町に来ています。益子といえば、益子焼きですよね。でも今日来たのはそれだけじゃなくて、ある人のアトリエ住居に来るのが目的でした。その人の名はワグナー・ナンドールさんと言います。日本に帰化したハンガリー出身の彫刻家です。ドラマチックというにはあまりにも過酷で凄惨な運命の人です。でも75年の人生の3分の1をここ益子で過ごし、素晴らしい伴侶であった日本人の千代さんと共に幸せな日々を送ったのではないかなと想像します。ここがテラス、この先にはアトリエ、それから学生寮っていうのがあって、学生さんが住んでいたそうです。ベッドがあって、机があって、なんか物が置けるみたいになってて、兄弟があってって、ああ、なんか図書室かしら。この奥にあるのが有名な哲学の庭という作品です。1994年って言ってたと思う。これが哲学の庭ですね。真ん中に銀色の丸い玉があって、それに向かって立っている5人の人物。この人がすごいですよね。アブラハム、そして左からエクナトン、キリスト。ずいぶんキリストが東洋っぽい姿をしております。釈迦、老子。言葉や宗教、思想を超えて、全ての人たちが同じ考えでもって世界のあるべき姿を説いていたのではないかという考えのもとに作られた作品です。同じものが東京の中野とハンガリーのブダペストのドナウ川の川岸にある高台の上にね、設置されているというのを聞きました。ガンジー、ダルマ大使、聖フランシス。ちょうどね、紅葉の季節、10月の15日から11月の15日まで開いております。春は4月の15日から5月の15日までということで、1年間でたった2ヶ月しか開いていないという美術館です。で、こちらに行くと建物もね、素敵ですね。これ大谷石っていうね、石ですね。そしてここにあるのが母子像。これがすごく可愛くて大好きです。お母さんが小さなね、赤ちゃんを抱っこしていますね。本当に高い気持ちになります。ここにあるのは茶室です。小さな池があります。そしてこの中が、あら、ずいぶんなんか洋風な感じの入口へ入りますと、あー、掘りごたつになっている。ここ茶室ですね。小さな窓から見える外の緑が美しい。詩人ヨーゼフ・アティラ、ハンガリーのね、詩人の像だそうです。展示室、ハスの咲く池のすぐ隣に
ワグナー・ナンドールさんのお墓があります。去年亡くなられた奥様の千代さんの骨も一緒に眠っているそうです。こちらが益子の駅です。駅前にナンドールさんの作品が一つあります。アーロン夢という作品です。あ、なんかすごくかわいい電車が来ましたね。モーカレイルウェイ、かわいい。益子に来たからには食べなきゃいけないというので、ビクトリーカツサンドエリカにやってまいりました。地元の人にも愛されてるという感じのお店です。カツサンドです。めちゃめちゃ美味しそう。こちらがエビカツサンド、エビカツサンドです。エビフライサンド、はい、すごくない？うん、すごい美味しそう。はい、食べます。うん、見てこのすごい美味しそう。ザクザク美味しい。はい、泣いてます。カツサンドいきます。すごい分厚いカツが挟まっていますね。いただきます。すごい美味しい。県指定建造物、ひげ建て木造平屋建て寄せ棟造りかな、藍染め業、ひげた藍染め工房の住居と作業場ですって。すごい素敵なかやぶき屋根のお家です。18世紀の終わりに建てられたっていう家、すごいですね。しかし定休日、残念でした。わあ、すっごい素敵なお店。なんかこういう昔のお家っていいな。木の針、味があります。益子焼き、これなんかいかにも土って感じの焼き物ですよね。そしてこの建物がね、大谷石でできた蔵なんですよね。すっごい素敵なお店です。もうこの茶色とベージュ色の組み合わせみたいな、益子焼きの典型的な色ですね。益子焼きの良さっていうのは多分普段使い、どんどん普段使えるところだと思うし、和洋中何にでも合いそうなね、どっしりとした土の香りがする、そういう焼き物です。メインストリートです。この両側に陶器の店が並んでおります。今日はね、平日だからでしょうか、あまり人が歩いておりませんね。それではたくさんのお店の益子焼きを見ながら、今日はこの辺でおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。